10の5倍ってことは3人前？めっちゃ減った。帰ってきた三郎さんが今日から朝の体操に加わります。二郎さん体操に入ってないよね。なかったよね。え、兄弟のうちでそこだけ。なぜ朝早いのはやっぱ弱いんかな。夜出てくる人やし。夕方ぐらいから活動時間だよね、きっと。そして相変わらずひねちゃんとカズマくんはおらんし、当たり前のようにマサオ、マサル、おるし。では、いただきます。いただきます。いただきます。さてと、ごちそうさまでした。今回はなんか結構前回とは違った感じのサブストーリーみたいなのがいろいろ進んでいける感じがする。ごちそうさまでした。メインストーリーが何かよくわかってないけど。正直。お、働きよる働きよる。おい、大変だ。川で何かあったらしいぞ。何？川？どうした？溺れてる。あ、坊ちゃんや、坊ちゃん。一瞬で。あ、そっか、あれや。恐竜カードボトルみたいなのでは出てきた気がする。ブーちゃんやって。鼻炎。鼻炎じゃないよね、それ。そこも違うんやね。鼻炎？だから鼻水が。とかそういう。ブーちゃん大丈夫？頭ちゃんに助けてもらってよかったね。本当に優しい恐竜なんやね。うん、よかったよかった。頭ちゃんありがとう、ありがとう。うん、そしてどこかへ去っていく。のっそりのっそりやけど。ブーちゃん。おら、野原しんのすけ、5歳。いつもすごいなんか気合が入った自己紹介だよね。僕はブーちゃん。ブーちゃん。ほう。うれ、野原し。繰り返すんですね。僕はブーちゃん。ほう。てかここは。しんのすけは博士と同じ方法で開けてなかったか。扉をぐいっと開けてみた。開けてなかったか。あれかな、セーブができてなかったとかそういう感じなのか。多分同じよね、きっと。あ、おった博士。いや、そう、新聞社にも行きたいんよね。あくまで噂だが、我が輩の恐竜たちがいろんなところで事件を起こしているようだ。大きな成果を上げている。嬉しい限りである。あのいいよってデマのことかな。化粧のりが悪くなったとかなんとか。事件なんかな。ちょっとよくわからないけども。お、もしや私は道を間違えたのでは。多分一個間違えたよね。こっちや、こっち戻っていこう。なんだ、なんか博士意味深な感じでおらんのかと思いよったのに普通におったわ。お、なにこれ、新しい虫。イエーイ。何の虫なんやろあれ。ちょっとよくわからんかったけど。いや、恐竜バトル、そろそろ面白くなってきた。マサヤくんやった、全然違う。このバトルステージは何の形だと思う？土俵じゃない？お尻？違う違う、僕がソウさんの形を真似て作ったんだ。どこが？え、どういうこと？この段ボールの話じゃない。ちょっとよくわからんかったんやけど。え、相撲の土俵じゃないんすか。ねえ。よりどりみどり、どれにする？いやーって言ってもね、あれだよね。普通のゲームと比べて。いい加減にしろよ。ごめん。普通のゲームと比べて、全然お金がないけんね。何も買えないんだ。チョコビ1個ぐらいなら買えるかもしれんけど。あれ、ジローさんもう活動する時間か。早いっすね。
なんかすごく早いっすね。まだ悩んでるの。ブーちゃんが川に落ちたのは浅いところで足が届く深さだったんだけど、びっくりして転んじゃったんだって。それは危ないですな。しんのすけも一人で水に入っちゃダメよ。まあ、混乱したら浅いところでも溺れるって言うよね。ところで、ラッコはここで何をやったの？ラッコ？ララコじゃなくて。ラッコじゃなくてララコ。お母さんが読んでいた絵本、やっぱり見つからないんだよね。それが今回の鍵なのか、なんか。お母さんラッコ？ララコのお母さん。会話にならねえ。恐竜がブーちゃんを助けるのを見た？恐竜は本当にいいやつだよね。まあ、確かに。ブーちゃんが恐竜に助けられたけど、キネも一度でいいから、ああやって恐竜に食べられてみたいな。食べられて、何かすごく語弊があるような感じが。サブローさん働きよったのはちょっと、気になるよね。だんま。こんにちは。お使いがしたければ、この横にある掲示板をチェックしてね。しんのすけは虫や魚の写真を集めてるんだって？写真じゃなくて、オラのカメラは絵が出るぞ。虫。いつも唐突な切り替わりが気になるよね。ねえ、お客様が来た時の挨拶を練習してみたんだけど、どれがいい？まず最初は普通のやつよ。いらっしゃいませ。うん。次は少し遠くから。いらっしゃいませ。元気だな。最後はすっごい近くから。いらっしゃいませ。おお、一番最初のでいいんじゃないかな。選択肢とか出てこんのか。聞くなよ。どれがどれだかわからないって？いや、わかるけど。じゃあもう一回やってみよっか。うん、結構です。別にいいです。しんちゃん、新メニューのアイデアの件、よろしくね。ちなみにおばちゃんはラーメンを作るのが得意よ。ってことはメニューにはすでにある？何ラーメンかってことかな。いやー、ラメン。何を言ってるんだ。ラメンじゃなくてラーメン。うちのは中太麺でニンニクを焦がしたのが入ってるの。ほう、いらんかな。ヒントになるかもしれないから覚えておいてね。ありがとうございます。ほう、しんのすけはラーメンを覚えた。ラーメンを覚えた。スイカの時と一緒や。どういうことかわからんけど。ねえ、なんでララコお姉さんはお店を手伝ってないの？ぎく。ついにこの質問をしてしまったしんのすけ。確かに働いてないよね。ま、でも中学生なんやろ。じゃあいいのでは。分からんけど。でもやっぱり気になるよね。気になるんかな。年齢的な問題じゃなくて、まあ、家族経営やったら関係ないかもしれんけど。さて、なぜでしょう。実はララコには秘密があるのよ。これは大クスープ。何何？クスープじゃなくてスクープ。あの子もね、最初は店の手伝いをやってたんだけど、いろいろ失敗を繰り返しているうちに自信がなくなってやらなくなっちゃったの。ふふん。例えば注文を間違えて10人前作っちゃったとか。あ、作る側。私は普通にね、今サブローさんがしよることみたいな感じかと思ったよ。その5倍よ。どうやったら間違えるん？どういうこと？出前？ふふ。10の5倍ってことは3人前？めっちゃ減った。10の5倍は50人前。あとどういうわけかあら不思議。ララコが触るとすぐに機械が壊れちゃうのよね。本人も言ったね。それもショックだったみたい。機械系とかなんかある？電子レンジとかってこと？何かきっかけがあってまたやる気を出してくれるといいのだけど、なかなか難しくて。それも今回のストーリーのヒントなんかな。何かきっかけ。おお、びっくりした。何が起きたんかと思った。固まったかと思った。ふふい。よし、元気。しんのすけ、どこ行ってたの？心配したわよ。目の前にいたじゃないか、さっき。どこかしらから見つかるんかな、絵本。どこの家の家族だろう。二人の女の子とお父さんとお母さん。みんな笑顔で幸せそうだ。どう考えてもここの家の家族やろ。他人もね、飾っても。
ほっ。そういえば最近2回行ってないよね。まあ、特に何があるわけじゃないやろうけど。2週目やけん何かしらあるかもしれん。いやー相変わらずスッキリ。はるばる遠くから来たはずなのに意外にシンプルなの。原家の旅行カバン。変わってないね、別に。この辺も何もなく。どうやらドアが開かないようです。一体どこに繋がっているのかな。でもいちいちナレーションが入るってことはそのうち開くんかな。3週目とか ?3 週目があるんかどうか知らんけど。ここはヨヨコとララコの姉妹の部屋。でも、しんのすけは背が足りず、ドアノブに手が届きません。ここもそのうち開くんかな。どこが変わっとるかわからんけん、ちょっといろんなところをね、冒険してみなければ。この時間はいつもお仕事しようんやね。え、今までしてなかったよね。え、してなかったよね。しよったっけ?もう夕方。さっきまで後ろにいたはずなのに。迎えに来てくれたようです。いつの間に前に。はい、帰ります。いただきます。いただきます。いいね、カレー。めっちゃ大盛りじゃない?いただきます。結構なボリュームよね。でも私もあれぐらい食べるけど。普通に。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ララコちゃんって本当にたくさん食べるわね。うん、ただいまいろんなところが爆発的に成長中。いろんなところ今身長いくつぐらい。まあ、でも成長期やろ。大丈夫大丈夫わかんない。前に会った時はしんのすけと同じくらいだったのに。何年前の話だそれは確かに昔はドアノブに手が届かなくて踏み台使ってたもんな。もしかしたら今のしんちゃんもまだ手が届かないのかな。あ、さっき見てきたよ。届かんかったよ2階の部屋の前に私たちが小さい頃使ってた踏み台を出しておくから自由に使ってね。こうしてしんのすけは自由に入っていい。マジで2階の姉妹の部屋に入れるようになったのです。小さい子とかいたずらしそうって思わんのかな。やったね。やったね。ありがとうございますひまちゃんが一緒や。ヨヨコちゃんとサブローさん、相思相愛なのにな。気持ちを素直に伝えられない不器用な二人。見ていてわかるだけにもどかしいな。おなら出そうだぞ。で、何の話やねん。ミサエも言う通り、仕事以外の時間にあの二人を引き合わせてあげないとな。ここもメインの話の一つなんかな。てか、おならスルーなんやね。あ、臭い。スルーしようにも匂いがしてきたらしょうがない、それは。父ちゃんの足の匂いには負けますな。常日頃、彼氏が欲しい。結婚したら、こんな家庭が理想的。って言いよるってこと?日本酒なら、3日で一生はいける。ん?どういうこと?と、豪語しているヨヨコのために。最後の、ちょっとよくわからんかったけど。プライベートの時間に、ヨヨコとサブローを引き合わせようと考える、ヒロシとミサエ。すごいおせっかいな感じな気がするけど。でも、どうやって?しんのすけなら、どうする?しんちゃんまだわからんやろ、そんなの。夜は外に出ちゃダメよ。出たい時はママも行くから、声をかけてね。座ってない。声かけたぞ。2種類あるってことかな、この声のかけ方は。そうだ、しんのすけ。夜、サブローさんのところに行って話を聞いてきてくれない?何かしんのすけに頼みたいことがあるんですって。何?頼みたいことって。え、なんか、初じゃない?はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、なんかこの時間になっても、いや、誰やっけ?ヨヨコちゃん。ヨヨコさんは、なんかあそこでずっと料理しよるし、サブローさんはなんか頼みたいことがあるらしいし、この後もなんかいろいろ
ありそうかな。そして姉妹の部屋にも入りたいし寝る前にいろいろ大冒険してこう。